皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回もモンハンクロスやっていきたいと思います。今回はね、こちら素敵な、電流塔、はい、というクエストのようですな。こちらね、こちら何を倒しに行くかというと、ライゼクス1匹になります。場所は遺跡平原ですね。はい、そしてステータスの方はいつも通り、攻撃力145と防御力301ということでね、スタイルはストライカースタイルで、狩技は3つと、で、まあ、発動スキルもこういつも通りでございます。はい、ボーン S 装備でね、こちらスキルがついております。はい、ということでね、早速行きたいと思う。さあ何番かな。あ、もう戦ってるわ。ね、この上の方ですな。ですね、ちょっと遠いな、どうしようかな。こっちからクリクリと回ってた方が近いかな。こちらからこう回っていきましょうかね。今回ちょっとね、試しで閃光玉の方を持ってきたんだけど、効くかな。飛竜系だとこう飛んだ時にパンと閃光玉投げたら落ちそうな感じなんだけど、どうかな、落ちるといいな。もうちょっとだね。7番で戦ってるからこの上だね。さあ早速ね、皆さんこう着々と到着しているのでね、早く私も到着したいと思う。よいしょ。あ、モンスターに乗った、チョケさん。今回もこちらね、ノラの方のお部屋にお邪魔しております。はい、この下かな。お、どういう感じ、そこにいる感じ。あ、ナイス、グッジョブグッジョブ。さあ今回この部屋の方はね、皆さんハンターランク6なので、多分これキープなのかな。いやー、今作新しく出たこのライゼクスも装備欲しいよね。作りたい。さあ飛ぶか。 OK、 飛んでないな。飛ぶんだったらちょっと閃光玉試してみたいんだけど、どうかな。よし、飛んだ。遠すぎるか。遠すぎたな。ちょっと遠すぎたな、今すげえ遠すぎたよね。もう一回飛んでくれんか、私のために飛んでくれんか、試したいんよ。もう一度、今度は近くで飛ばすから。ちょっと今のは遠すぎたよね。いけいけ、頑張れ頑張れ。おい、すげえな、みんな押しているぞ。モンスター乗った、チョケさん、ナイス。チョケさんはあれかな、ストライカースタイルとか。チョケさん双剣だけどこうやっている感じね。よしよし、スラッシュアックス、頭がもう割れるんじゃないか。すごい早い、いじめな感じになっておりますがね。さあ飛べ、さあ飛べ。飛ばねえか、私のために飛んでくれんか。飛ばんな、なかなか飛ばんぞ。このまま攻撃してった方がいいのか、そういう感じだと。ダウンしている、早い早いよ。いや、やっぱとんでもないいじめな感じではございますがね。早いね、ライゼクスの装備もかっこいいよね。なんだかな、ディノバルドの武器なのかな、防具なのかな、光るやつ。ライゼクスもこう光ったりしないのかな。なんか光りそうだけどね、青くさ。でもきっと雷耐性強いんだろうね。いや、とんでもないよ、みんな強いね、みんな、皆さん。さあ来い。全然当たんないね。今回このライゼクさんのね、攻撃があんまり私に当たっておらんようですが、みんながね、とんでもない押してるからね、とんでもなく。モンスター乗ったらナイス。チョケさんよく乗るね。で、私はこう耳地区ね、素材をいただく。足元落ちてる、痛い。そうなるよね。でもこれダウン取れそうだよね、もうナイス。いや、なんかとんでもないな、ディノバルドの時思い出すな、5分張りディノバルド。あの時もこれに似た感じだったな。あ、ごめん、流血を飛ばしちゃったわ。ちょっとごめんなさい、しとこう。ごめんね、みんな飛ばして、ほんとごめん。尻尾狙ってたのにね。あ、移動か。いやいや、皆さんお強いですね。ということで、どこに移動するかな。あ、上輪、素材ゲット、ありがとう。いや、もうなんか力尽きて倒れるんじゃないかっていうぐらいの勢いでみんなが攻撃してたね。この上だな。なんかもう最後の巣穴に逃げた感がある感じですが、どうでしょうかね。
この上や。いやー、ここ結構3段階ぐらいあるもんね、段差が。真ん中で戦ってたのかな。いや、一番下か。うん、さあかっこよく決めよう。みんなみんなかっこいいよ、うん、すげえ強えもんはい、ということでね、今回とんでもなく強い方たちのこうお部屋のようですね。いやいや、ノラの方はね非常に助かる。みんな同じこれ目的で来ておりますが、飛べ私のために。あー、飛んだ時じゃなかったな今。まあまあ、でもダウンしてるのはちょっと今のうちに素材を拾わせていただきたい。龍の涙や、落とし物だったしな。もう頭壊れてんのかな、欠けてる気がするな。破断流撃を行くぞ、スビア。あ、尻尾切れた、ナイス。尻尾の先っちょりが取れました。はい、終了でございます。ということで尻尾をね剥がせてっていただいております。いや早かったね。いやすごかったよみんな、うん、あれやっとこう、お疲れ様でした。うん、私の破断流撃を行くようがね出ておりましたが、いやーライゼクス早かったね。うん、まあ4人で来たっていうのもあるのかなやっぱり。まあ今回ねこの上位なんだけど、さらにもっとねとんでもなく強いやつもいるみたいね。なんか私出たんだけど猛獣かみたいなさ、なんかそういう敵にもこう出会えるみたいですね。いやちょっとしばらくねこの上位のやつが落ち着いたら、まあまあ動画の方ね、そっちの方でも出していきたいと思いますよ、うん、ちょっと強くなった敵というのをねこう試しに、あとあの特別クエストの方もねやってきたい。特別チケットで、戦いに行けるっていうねクエストの方も、うん、1回だけ行ったんだけどとんでもなく強かったんだよ、うん、特別チケットで行けるクエストね、なんだったかな、毒姫レイヤーだったかな、うん、なんかそんな感じのやついたんだけど結構強かったね。はい、ということでね、ライゼクスなんか少ない気がしなくもないけど、まあまあいいか、うん、ありがとう、皆さんありがとうございました。はい、ということでこれからね模範クラスの動画どんどん上げていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。